ミルフォード・ヘイブン公爵は、イギリスの公爵位。1800年合同法によるグレートブリテン王国とアイルランド王国の合同後に創設された、連合王国貴族である。1917年7月17日に、第一海軍橋にまで登り詰めた軍人の、ルイス・マウント・バッテン海軍元帥が除位されたことに、始まる。バッテン、ベルク公ルートビヒの肖像。 1910年、フィリップ・ドラ・アスローがドイツのヘッセン対抗家の冒険タル・バッテン・ベルク家出身のルイス・マウント・バッテンは東英後に英国海軍に入隊。1912年には第一海軍橋にまで上り詰めた後、1914年に退役した。彼は第一次世界大戦中に反独感情を考慮してバッテン・ベルク家の称号の放棄と マウントバッテンへの加盟変更を行った。ルイスは、その直後の1917年7月17日に、ジョージ5世より、ミルフォードヘイブン公爵に除された。彼は同時に、メディナ白爵とオルダニー主爵にも除されたため、ミルフォードヘイブン公爵にはこれら2つの、連合王国貴族の爵位が付属する。公爵くらいの法廷推定相続人は、儀礼称号として、 メディナ伯爵と称する。初代皇ルイスの後はその直系男子で続き、彼のひ孫にあたる四代皇ジョージが、元頭主である。なお、初代校ロジナン・ルイス・マウント・バッテンは、初代マウント・バッテン・オブ・ビルマ伯爵に著されている。爵位名のミルフォード・ヘイブンは、ウェールズ西部のペンブルックシャーにある、港湾都市にちなむ。一族の邸宅は、サセックス州に所在するグレート・トリペッツ・エステート。 言頭手である第四代ミルフォードヘイブン公爵、ジョージ・マウント・バッテンは以下の尺位を有している。ルートビヒはこの時公爵くらいの助爵をジョージ5世に求めたが価格維持の困難さから拒否されている。ありがとうございます。